はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、日常から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞くときにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、免疫細胞が減ると剥げますね。もう非常に攻撃的なオープニングですけどもね、これはね、2017年にアメリカのカリフォルニア大学のサンフランシスコ校の研究チームがですね、あの制御性 T 細胞、まあ、T レッグっていうのがあるんですけども、それがね、毛包の、再生に深く関与することを発見したという研究結果でございます。でほんでね、あのちょっと今日はですね、あの髪の毛のね、この髪の毛の美容師としてのお話ではなくて、あの医学的な話になってますのでね、難しい話をしていきますけども、あの動画の最後の方にはですね、髪の毛毛髪に関するですね、おすすめの食材をね、まあ、理由を交えながらお話しするので、必ず最後までお聞きください。なんならね、もう最後までこうね、ピーってこうスキップしてもらっても構いませんのでね、あのよろしくお願いします。あの毛包からね、脱毛にも関係する制御性 T 細胞というのはですね、免疫応答の抑制的制御をね、司る T 細胞の一種でございましてですね、免疫応答機構の過剰なね、免疫応答を抑制するためのね、不衛液や、免疫の恒常性維持でね、重要な役割を果たします。もういきなりね、難しい話すいません。あのまず毛包というのはですね、毛穴のことなんですよね。それと免疫の話なんですけども、でそもそも免疫というのはですね、ウイルスや細菌といったね、その病原体を排除したり、体の中の老廃物とかね、がん細胞などをこう処理したり、傷ついたの組織をね、こう修復するなどのね、体全体の調子を整える機能のことなんです。そして免疫応答というのはですね、もうめっちゃ簡単に言いますけども、たくさんの種類の各免疫細胞が各状況に応じて仕事をしていくことです。しかしそんな免疫細胞の中にはですね、まあ、ウイルスやね、細胞をね、排除するだけじゃなくてですね、そのウイルスや細胞を助ける免疫細胞もあるんですよ。そもそもその細胞というものを助けるのが免疫ですので、ウイルスや細菌に侵されたね、細胞も助けてしまうんですよ。そんないろんなね、種類があるその各免疫細胞の中に含まれる制御性 T 細胞というのがあるんですけども、それらがいなくなると、本来ならば生えてきてほしいはずの髪の毛が生えてきてくれなくなってしまうという事実をね、発見したのが今回の研究の結果でございます。これはね、その美容業界にね、激震が走ったはずなんですよ。でも僕はね、その2017年の時点ではね、こんなにも超医学的なことにはね、あまり興味がなくてですね、情報として入ってきてても、多分右から左受け流すぐらいだったと思います。まあ話を戻しますね。で、制御性 T 細胞というのはですね、免疫応答をね、抑制する機能を持っていてですね、自己免疫疾患とかね、あの炎症性疾患、アレルギー性疾患などをね、こう引き起こす過剰な免疫応答を抑制する役割を担っています。しかしですね、制御性 T 細胞というのはですね、過剰に働いてしまうとですね、がん細胞に対する免疫応答をね、抑制したりとか、がん細胞の成長を助けてしまうと考えられています。大変ですよね。しかしそんな大変なことばかりじゃなくてですね、免疫細胞の異常がね、脱毛に寄与しているね、可能性が示唆されたね、その新たな研究でですね、炎症を制御するね、免疫細胞の一種である制御性 T 細胞が幹細胞による発毛の促進に欠かせないことが明らかになりました。ちなみにですね、炎症を制御してくれる、ね、制御性 T 細胞がですね、失われてしまうと髪の毛だけじゃなくてですね、腸内にも影響してしまって、あの潰瘍性大腸炎にもね、関与していることがね、有名なんですよ。髪の毛に戻しますね。あのアメリカのね、カリフォルニア大学のサンフランシスコ校のですね、研究チームはね、その制御性 T 細胞をね、欠損させると幹細胞が毛包を再生できなくなることを突き止めたとしてですね、あの毛包というのはですね、絶えずこう再生してね、その髪の毛が抜け落ちてしまうと、毛包全体が再度成長させて髪の毛を再生させる必要があるんですけども、でこのプロセスっていうのは幹細胞のみに存在すると考えられてきましたけどもね、制御性 T 細胞もね、重要な役割を担っていることが分かりました。なので制御性 T 細胞がなくなると髪の毛が育たないということなんですよ。分かります？ちょっと難しいですよね。そしてね、今回の研究結果からですね、制御性 T 細胞の欠損は自己免疫疾患である円形脱毛症だけではなくてですね、男性型脱毛症をはじめとするね、まあ他のね、脱毛症の要因にもなる可能性が示唆されたあとね、指摘もされてるんです。あの動物をね、用いた、まあ、研究結果ではね、まあ、人ではね、同じ結果が得られないこともね、多い
けどね、その発毛における、ね、制御性 T 細胞の役割についてはね、解明が進めばですね、人の脱毛治療の向上にもつながる可能性があるといってですね、さらに今回の研究結果ではですね、免疫細胞がこれまで考えられていたよりも重要な役割を担っていることを裏付けるものでもありました。あのマウスでの実験でね、炎症をね制御するね、免疫細胞の一種であるその制御性 T 細胞がね、幹細胞を直接的に刺激してですね、健康な毛髪のね成長をね促進することをね発見したんです。でも逆にね、そのマウスから制御性 T 細胞を取り除いた箇所を作ったらですね、その取り除かれた箇所からね、髪の毛は育たなくなっていたんですよ。つまりですね、免疫細胞である制御性 T 細胞の異常が脱毛の真因である根拠をつかんだことになります。このことを踏まえてですね、制御性 T 細胞の解明が進めばですね、脱毛治療の向上に役立つと考えられています。これらのことからね、その免疫細胞が幹細胞とのパートナーとして存在しなければですね、幹細胞は毛包を再生することができずに脱毛症につながるということを発見したんですよ。まあ我々の人間の髪の毛はですね、抜けてもまたね生えてきますけどもね、それにはね、この髪の毛を生やす毛穴があるからなんですけども、まあ、医学用語ではね、その毛穴をね毛包と呼びます。人の肌のですね、1センチ四方にはですね、少なくともね20個はその毛包があってですね、毛が生えてくる以外にもね、毛包の役割っていうのはね、いくつかありましてですね、いずれもその体内から体外へ放出する役割を持ちます。皮膚呼吸というのをね聞いたことがあると思うんですけどもね、それはねこれの代表でね、水蒸気などをね発散していきます。また皮脂も分泌されますけどもね、皮脂が毛穴に詰まってしまうとですね、角栓となってですね、毛穴を塞いでしまって毛穴の機能を低下させます。そんな毛包にはですね、毛乳頭とかね、毛母体とかね、バジルと呼ばれる毛隆起があってですね、でそこには毛細血管が通ってて、毛包幹細胞とかね、色素幹細胞がある場所なんです。ちなみにここの細胞がですね、抗がん剤治療とか放射線治療でね、その細胞分裂中にですね破壊されるという影響を受けて毛が抜け落ちます。でそんな抜け毛に関与しているのが毛包で、毛包に関与しているのが制御性 T 細胞です。で制御性 T 細胞はね、リンパ球の一種で、リンパ球は白血球の一種です。白血球はね、人間の血液には欠かせないものでしてね、でその血液というのはですね、骨の中の骨髄で作られる造血幹細胞が細胞分裂してできたものです。でそんな造血幹細胞に最も必要とされているのがアミノ酸なんですよね。アミノ酸というのは人間の体を構成しているもので20種類もあるんですけども、それぞれ合成して出来上がります。でそんな20種類ある中でもですね、最も重要なとされているのがシステインとバリンというアミノ酸です。これらが少なくなるとですね、造血幹細胞がうまく作られなくなって、で同時にね、胸腺というね、一部のね T 細胞をね作る場所もここにあるんですけども、そこの活動力が低下してしまいます。でそうなると体の機能が保てなくなって、今回のお話のようにですね、脱毛症になったり、潰瘍性大腸炎のようなね、その炎症が強く出てしまいます。なのでそれらを防ぐにはですね、薬用の無化システインやバリンの豊富に含む食材を食べるという方法を取ることが大切です。でそれらを豊富に含む食材というのはですね、システインは肉類で、特にレバーですね、で魚類でしょう、そして卵ですね、で野菜ではニンニク、玉ねぎ、ブロッコリー、芽キャベツなどに含まれます。それらはですね、人の体の中ではですね、メチオニンからシスタチオニンに変換されて、その後にシステインとなります。そんなシステインというのはですね、体にとってはですね、解毒作用とか抗酸化作用に、ね、重要なね、グルタチオンの構成アミノ酸の一つなんです。そしてね、そのシステインがね、二分子結合をしたね、含硫アミノ酸がシスチンというものでして、そのシスチンというのは人の体ではですね、爪とか髪の毛のタンパク質やケラチンに多く含まれていて、タンパク質の構成を安定化させます。そしてバリンなんですけどね、バリンはですね、マグロ、カツオ、アジ、サンマで、牛肉で、鶏肉、卵、大豆、高野豆腐、チーズなどに多く含まれています。まあそんな感じでですね、まあ、動画の始めはね、もう難しい話をしましたけどね、まあその調子でわーって駆け足で進めていったんですけどね、ちょっと難しかったでしょ、ほんまに。まあ、まとめますと、血液細胞がちゃんと働かないとね、免疫力が低下したりなどね、さまざま複雑な大切な関係性が阻害されて病気になる中で、脱毛にも影響があるというお話でございました。まあ先ほどお話しした食材をですね、まあ食べ過ぎ注意なんですけども、それなりにしっかりと食べて体の機能をね維持していきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。